皆さんこんばんは。シェフ秀樹です。今日は帽子なしで、はい、単純に忘れました。今日もシェフの思考を取りたいと思います。このところですね、いろんなことを考ええー、研究し、また直感も感じて、また妻とも話し合い、妻は共同経営者でございますからね。はい、シェフとマダム、はい、どちらかというと共同経営者というなのか上司なのかわからない感じの、はい、シェフ秀樹でございますが、それでも毎日、いろんなことを考えて少しずつ発信したいなと思ってやっております。今日もお付き合いいただければ何よりでございます。今日はですね、まあ、僭越ながら自分たちが何をやって、今、生き残ってきているかということですね。まあ、正直言ってですね、現在の、世の中にある飲食店とは私たちはちょっと違いまして、はい、影響は受けておりますが、はい、ほぼ問題ないです。で、なんでこうなってきたかってことを話していくことによって、飲食店の未来の一つの姿が、見えるんではないかなと思っていただいて、お話をしようかと、はい、まあ、正直言ってちょっと迷いもあったんですけども、ここはもう出していくことこそが誰かの役に立ったらいいなと。もうね、まだ、非常事態宣言出されてちょっと何日だっていうぐらいなのに、やっぱりどん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 シェフたちの中と友人シェフたちの上げてくる内容がだんだん変わってきてるんですよね。ちょっと僕の予想よりも皆さん追い込まれるのは早いんじゃないかっていう感じもしてるので、少しでも早く情報を提供して、あ、これいいなと思う人がいたら少しの助けになりますし、で、僕のやるのは、ね、即効性がない話ばっかりしようと思ってるんですね。なんでかって即効性がある話はですね、はい、普通のコンサルタントさんに聞いてください。お金の借り方とか銀行さんに聞いてください。そっちの方が早いですし、はい。僕は実際、全く今回の、騒動に関しまして、全く借りる必要がないので、ちょっとだけ情報はし、ね、こういう話をするために、研究のために調べてますけど、全く必要がないです。正直言って、財政的に。はい。なので、それはやっぱりやってる実務の方に聞いた方が絶対いいと思うので、そういう話はしません。なので、ちょっと、時間のかかるものなので、本当に今じゃなくて、本当はできればね、1年前にやってほしかった、テクニックではあるんですけれど、まあ今からでも知るだけでも多分違う。本番はまあ、くどく言ってますけど、僕は秋以降だと思ってますので、はい。今回の、ね、騒動が落ち着いたとしても違うものも起き上がってくるんじゃないかと思っております。またもしくは、寒くなることで、また帰ってくるかもしれない。そういうこともあるとですね、僕の寝癖みたいに、すごい気になることが、あるんじゃないかと思ってお話をしていこうと思います。で、我々がなんでこういうふうにですね、突然のこの騒動、まあ皆さんはびっくりした人が多分すごく多いと思って、すごくびっくりしてない人も多分すごく、まあ今年に入ってからですからね、僕がこの、なんかやばいぞと感じたのは2月の頭でしたので、はい、2月上旬、そこからもうすでにうちは急激に舵を切りました、はっきり言って。で、こういうふうにですね、まあ、ロックダウンっていう情報はよくわからなかったにしても、どちらにしても景気は絶対落ち込むに違いないと思って、舵を切ったのが2月、舵を切ろうと決断したのが2月の頭なんですね。で、その時にやっぱり一番役立ってきたのは、我々が今、この、独立してやってきた3年間の足取りが実はですね、本当に先取りした形で全部やってきて、まあ、先に逆に言えばすごい苦しい時期を過ごしたんで、本当にもう、ああ、先にやっただけだよね。別に僕たちすごいわけじゃないよね。っていうところは伝えておきたいかなと思いました。なので、今日は何をしてきたかの、入り口を話そうと思います。でですね、我々はね、ブランドを作りました。はい。アシェット八ヶ岳というものをピンで覚えてもらえるように全力でしました。はい。本当はですね、前職であったりとかね、そういう八ヶ岳であったりとか、北斗市であったりとか、もしくはフランス料理とかっていう、それからあと、それから地方レストランとかね、ローカルガストロノミーというね、ことを、言葉が花開き出してたぐらいでしたので、そっちに乗りたかったんですけど、残念ながらシェフ秀樹乗れませんでした。はい。乗れなかった時にどうするかっていうと、もう、世の中のトレンドに乗れないんで、あれはもうピンでやるしかないんです。あなたから買いたいって言ってもらえる人を何人見つけられるかってことをやるしかないなと思いました。で、あともう一つ。私の場合ですね、あんまり力がなかったんで、もうとにかく奥さんに徹底的に相談し、徹底的に手伝ってもらいました。はい。シェフとマダムではありますけど、はっきり言って本当に
共同 CEO であります。本当に。どちらかというと僕は COO に近いぐらい、ぐらいレベルまで降りていって、妻の意見をどんどん取り入れていって検討してきました。なんでかっていうと、二つ理由があります。一つ。まあ、これはね、本当にラッキーだったんですけど、うちの奥さんめちゃくちゃビジネスセンサーがありました。めちゃくちゃ頭いいんです。コンサルタントとセラピストみたいなことをしてるんですけど、はい。いろんなことすごいわかります。でこれはまあ、普通のね、マダムとかにはないからと思うので、これは僕の方がすごくついてた点ですけど、もう一つ、二番目。お客さんは女性の方が圧倒的に多かったんです。プラス、誰かを連れてくるお客さんはほとんど女性だったんです。となると、女性が喜ぶ店を作んなきゃいけない。もしくは、これから女性の時代と言われたんで、女性的がいいなと思う店をつけていく方が、後々いいだろうと思ったんで、彼女の意見を徹底的に採用するべく努力をしました。すいません、もうここら辺がね、情けないですけど、努力なんですよね。ほんとね、僕ね、頭固いシェフだったんで、てやんでいい、みたいな。俺は20年間やってんでいい、みたいな風になって、一緒にやり出した初期は徹底的に却下してましたけど、全部うまくいかなかったんです。僕の打った手。で、半年やってもグループのどうしようもなかったんで、これはもう、ダメだな。話聞くしかねえだろうと。で、今までやってきた主義主張を取り上げようと。店が潰れたら主義主張なんかないというところに立ち返りまして、そこから意見を採用していきました。それがね、またね、うまくいっちゃうからさらに悔しいんですけど、でも、助かるんですよね。そこら辺でどんどん自分のいらない、プライドではなく見え。男としての見え、オーナーシェフとしての見え、夫としての見えを全部切り離していく作業を今も続けてますけどね。やっていくことで、どん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 うちの店は広がってきました。本当に奥さんに相談して、奥さんの話を採用して、実行して、良かった分と良くなかった分を評価していく。ただそれだけを淡々と繰り返したんですね。これ大きいです。なので、夫婦で経営する。あのね、やっぱ、オーナーシェフでね、って、この業界やっぱね、もう本当にね、王様みたいな、もう戦国武将みたいな人についてって、足軽いっぱいみたいな、ヒエラルキーが、フランスでは特に強くし、まあ、料理業界はすごく多いと思うんですけど、それもいいんですけど、ただ今ね、高度経済成長みたいに、世の中がガーンって上がり続けてるときは、そんだけいけるんですよ、ノリだけで。うん。でも、今みたいに、下がっていく。もしくは成長が終わって、これから成熟社会に入っていく。もうこれはもうしょうがないんで。はい。コロナさんが来ようと、世界が破綻しまいと、日本はもう老人社会になるのは決まってるんですね。それは人口分布ではわかるんで。はい。今子供がね、来週20歳になるわけじゃないんで、もう人口の分布を見ればどうなるかって見えるわけですね。もうこうなるんですよ。逆ピラミッド。そうなった時には、どうするのか。となると働く人が少ない、お客さんがそもそも減っていく、人口が減っていく、人口が減っていくってことは経済が落ちるっていうことだってことを皆さん知ってますかね。はい、これはもう努力とか効率とかじゃなくて、本当に経済ちっちゃくなってますね。その中でやっぱりどういうふうに売り上げを上げていくかっていうのは効率だと思うんですけれど、そういった社会の時にはやっぱり本当に周りの意見を上手に取り入れてやっていく、じゃあ議長的な働きがすごく大事なんですね。だもう戦国武将みたいにですね、もう、って漫画家になるみたいな、もう、なぎなたを、もう槍を振り回して、10人、20人をバッサバサ切って進んでいくような戦国武将の時代は、多分僕は終わったんだと思います。それよりもみんなで話し合って、わーって言って、上手にちょこちょこっとやって、ちょこちょこっと引いて、ね、抜け道を抜けていくみたいな。でも、誰も、あ、ちょっと怪我した、大丈夫だっけ、でも誰も死んでないよね、みたいな。よし、俺たちまた行った、みたいな。そういうような、みんなの力を集結していくような、リーダーってのは多分必要じゃないかと思って、それをやれる能力がこれからあるかないか、努力があるかないかも、これからオーナーシェフがすごく大事なところではないかと思っていたのをですね、実はこれ10年前から思ってたんですけど、はい、やるのに8年かかりました。かつ、救急でもう死にたいと思うぐらい追い込まれたところで初めて万歳して、私もその道に行きました。で、それでやってます。なので、夫婦で徹底的に相談して、合議、こう話し合って決めたことをやって、観察して評価していくっていう繰り返しをしてます。なので、うちのお店は夫婦看板なんです。写真撮るときも、こういうんじゃなくて、妻と二人で写る。それを逆にポリシーにしてやってきました。二
夫婦の力を合わせていく、そういった流れ、あの店は夫婦、お夫婦がやってるんだというのをより強力に意図を持って宣伝していくようなやり方をしました。特にですね、やっぱり、ちっちゃいお店の場合は仲がいい夫婦のお店ってとても心を打つし、まあ大変残念ですけどパートナーシップって経営よりもはるかに難しいので、成功者に会う方が簡単なんです。幸せな夫婦に会うよりは。こういう悲しい事実もありますので、私たちは努力をしていっぱい喧嘩しながら仲直りして仲直りして話し合ってお互いを理解し合って仲の良い夫婦になることが自分たちの仕事、生活、将来にも役立つと腹を決めて徹底的に話し合っていい話、分かり合っていくことをずっとやり続けております。それで、一つの心に一つの行動を合わせていくということをやって、二人で切り盛りしていくということをやっていくとですね、自然になんとなくなんとなく、ものすごいお店にはならないんですけど、結構僕らには過ごしやすいお店になってきてるんですね。なので、夫婦で力を合わせる。特に田舎、地方、ローカルガストロミーで超、ハイエンドで行く場合はそれでいいでしょうけど、もしミドル、ハイ、ローかギリギリ、ハイのギリギリぐらいからミドルぐらいまで行くときに、まさにまあローも入っていいと思うんですけど、そういうときには夫婦で力を合わせている姿というのは絶対に訴求力あるし、地方レストランの将来は僕はそこだと思ってます。世帯でやっていく。その中で、集客もし、運営もし、経営方針も決めていく。そういうやり方を徹底的に取ろうと思って、夫婦の力を合わせる。そういったやり方です。特に視点をいくつも持つ。はい。男の視点、夫の視点、料理人の視点、かつマダムの視点、女性の視点、お母さんの視点。もうそれだけで視点はもうすでに、自分の持ってるものを合わせる。もう単に6つなんですね。6視点からマーケティングをする。もしくは6視点からお客様の満足度を上げていくということを考える。そういったものがですね、我々にとってはとても強力な、サポートツールになりました。で、さらに次のステップへ進んでいくんですが、次のステップは明日にしたいと思います。なぜならば、僕はもう、三男のお迎えに行かなければいけないからです。というわけで、今、うちは本当に二人で稼いで、二人で母親役割、二人で父親役割、全員守備、全員攻撃の、はい、日本、侍ジャパンみたいな感じになってるわけですね。はい。力を合わせていくということは、力を合わせる過程に苦労はいっぱいありますけど、動き出した時にはものすごいパワフルであるということを、多くの方に、特にオーナー、シェフたちにお伝えしたい。マダムも、あなたたちの力は、洗い物とかサービスだけじゃなくて、経営にも、そして、夫を支える、癒す、いろんな力があって、素晴らしい、立場であるということを強くお伝えしたいと思って今日は終わりたいと思います。本当に夫婦で協力しなかったらもう僕は、すみません、もうこの騒動が起こる前にとっくに、多分店を潰していると思います。はい。まあそれぐらいの情けないシェフの話だと思って聞いていただきたい。結構だと思うんですけど。あとね、こうやってやっぱり YouTube やっていく。YouTube のことに関してもいっぱい喋りたいと思うんで、それはまた次々やっていきますね。はい。なので、まず今日のワーストステップ。夫婦で経営する。夫婦で話し合う。夫婦で決める。そういうスタイルを取ったことが僕の成功、続いた成功ではないです。僕は生き残っていく一つの鍵だった。最初の鍵だった。そういうことをお話しします。それではまた次の動画で、また明日お会いしましょう。今日もボラベティー。